オラピアオシボイシャーカンダンディ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ショットガンダンディ参上です。和訳解説動画の時間がやってまいりました。それでは早速やっていきましょう。ということで今回和訳解説する曲なんですけども、オフセットの Say My Grace という曲を和訳解説いたします。ちなみに今回はあの有名なラッパートラビス・スコットがフィーチャリングされている感じです。でオフセットはまあ説明せずもがなですけども、あの有名なラップグループミゴスの元メンバーであり、クエボーといざこざがあって離れてしまっている状態でございます。でこの Say My Grace という曲なんですけども、まずタイトルですが直訳すると祈りを言う、グレースが祈るで、聖米というのがまあ祈りを言うっていうことなので、祈りますっていうような直訳でございます。神様にありがとうございますっていうような時に使うやつですね。で今回の曲ですけども、2023年10月の13日にいきなりアルバムをリリースした感じなので、サプライズ曲みたいな感じで出てきております。アルバムは Set It Off という名前なんですけども、まあそれも結構急に出てきたからびっくりしてる人も多いのではないでしょうかってところです。今回はトラビス・スコットをフィーチャリングしてるので、そのアルバムの中でも一番注目されてる曲なんではないかなと思ってこの曲にさせていただいた次第でございます。それを頭に踏まえて早速和訳始めていきます。いきなり始まっていきましたね。でタイにいるみたいです。これはもう実際にタイで撮った映像っぽいですね。で実際に行った感じもします。イントロの方のウォーとかフューっていうのは声で音を出してるだけのあれなので、まあここは省きます。コーラス入っていくんですけども、 Make room on my plate I just said my grace and then I ate。 直訳すると自分の皿に盛り込まれてるところをちょっとこう寄せたみたいな、まあちょっと場所を開けたみたいな直訳ですね。 Did I say my grace and then I ate で祈りを捧げてそれから食べたっていうような直訳なんですが、映画とかでもよく見かけると思うんですけども、キリスト教だったり、まあイスラム教もそうなんですけども、食べる前にお祈りを捧げてから神様にこの食事を与えてくださってありがとうございますみたいなことを言ってから食べるわけなんですよね。そのことを言ってます。なのでまずオフセットが何かしらの神様を信じていることも伺えるし、もともとそういったお祈りを捧げる意味合いとしましては、自分がこの美味しい食べ物を食べれない人もいるから、私が食べれることに感謝みたいなこともあるので、他の人たちが稼いでないのに自分がこんなに稼いでいることに対してありがとうってことも裏の意味として言いたいわけですよね。 Got a particular taste。 自分は特定の味が好きなんだ、好き嫌いが激しいんだみたいな感じですね。日本語に直すと I just stuffed my pockets and my face。 直訳すると自分のポケットもいっぱいにしたし、自分の顔もいっぱいにしたって言ってるんですけども、そのままの意味ですね。でポケットっていうのがスラングでお金という意味なので、お金がいっぱいある、お金をいっぱい稼いでるってことと、 stuff my face 顔を詰めるっていう表現方法ですが、いっぱい食べることも stuff my face っていうスラングなんですね。でここでもう一つ隠された性的な意味があると自分は勝手に解釈しますが、 ate 食べるっていうのは、すいません下ネタですけども、女性の大事な部分を舐めることを食べるというような表現方法をするわけですね、スラングで。なぜそう思ったかというと、ここの好き嫌いが激しいっていう部分と、自分の顔を詰め込んだ、自分の顔に詰め込んだみたいな表現方法もここでしてるので、何に対して好き嫌いが激しいのかと、何で詰めたかなんですよね。表の意味としてはまあ食べ物で詰めてるって言ってるんですが、最初エイトもうすでに食べることは言ったので、それをまた繰り返すのもちょっと謎ではないんですが、まあちょっと、うん、また同じこと言ってるよってなるので、やっぱり別々の意味をもたらしてると思うわけなんですね。好き嫌いが激しいっていうのはもちろん稼ぎ方とかお金の種類とかの好き嫌いが激しいっていう風に捉えることもできるんですが、まあ女性の好き嫌いが激しいってことが言いたいんだと思います。まあ要は面食いってことなんですよね。でその自分がよりすぐりで選んだ女性たちの大事な部分で自分の顔を詰めてるってことがまあ言いたいんだと、ここは本当に勝手な自分の解釈ですが、そういう意味ももたらしてると自分は思います。で OK let's have a debate we talking about popping I promise I'm feeling away。 直訳すると、分かったじゃあ口論してみようかと。でディベートっていうのが、まあこれも最近ね、ひろゆき氏とかで話題になったり、まあ呂布カルマとかもそうなんですけども、まあディベート、まあ討論することですよね、口論すること、はい、だから口論してみようぜって言ってるわけですね、ここは。で we talking about popping I promise I'm feeling away。直訳すると、俺らは弾けることについて喋ってる時に、俺は特定の感情に陥るっていう直訳なんですよね。なのでここでのキーワードはこのポッピングなんですよね、弾ける。まず一番わかりやすいスラングとしては、銃をぶっ放すことをパーペンっていうわけですね。なので銃をぶっ放すことに
対しての話し合い口論になり始めたら、俺は特定な感情が湧き上がってくるぜ、俺は怒りに満ち溢れてくるぜ、俺はあなたを殺める準備をするんだぜ感情的に、みたいなことが言いたいわけなんですね。でここはまた再び自分の勝手な解釈、性的な解釈なんですけども、性的にも受け止めれるんですね。このパーペンっていうのが、ごめんなさい下ネタですけども、女性の大事な部分をプッシーというんですが、まあ、プッシーパーペンっていうフレーズもあるわけですね。でそれはどういった意味かというと、女性の大事な部分が非常に優れていることを言うわけなんですね。ディベートってわざわざ言ってるので、まあ、女性と口喧嘩をすることも多いことで知られてるわけですね、アメリカの文化でも。なので女性に対してはいいよ口喧嘩しても、でその時にお前の大事な部分のことについて話し始めるようになったら、俺は特定の感情が湧き上がってくる、要はあなたと性行為がしたくなるってこともまあ言いたいんだと思います。でもうちょっと簡単に説明すると、多分口論してくるような女性が好きだってことも言いたいんだと、自分は勝手にそう思ってるだけかもしれませんが、そう解釈しております。 I took the bodies up out of my closet, I buried it deep, I buried them deep and they still in the way。 直訳すると、俺は体をクローゼットの中から出して深く地面に埋めて、それでも奴らを俺の妨げになる、みたいな直訳です。でこれにはいろんな昔からのアメリカの言い回しが入ってるんですけども、まず Bodies in Closet っていう表現方法をするわけですね。クローゼットの中に体を置いておく、みたいな直訳ですが、どういった意味かっていうと、人には言えないようなことだったり、まあ、隠している悪さなんですよね。過去にやった悪いことがあると Body in a Closet っていうわけですね。クローゼットの中に体を入れる、これはもう本当にヒップホップ関係なくスラング関係なくアメリカにある昔からの言い回しです。なのでそれことがまず言いたいわけなんですね。すでにいろんな悪いことをしたことで知られてるのに、それでもまだ世間に知られていない、俺は悪いことをしたんだ裏の方でっていうことがあるんだぜってことがまあ言いたいわけなんですよね。まずさらにここで言葉遊びしてるんですが、その体悪いことをクローゼットから出してどっかにもっと深いところに埋めたとしても、まだそのやった悪さたちが俺の邪魔をしてくるぜって言ってるんですよね。でこれも一応はまた勝手な性的な解釈ですけど、自分の性的にも受け止めることができるわけなんですね。まあ、体っていうのはもちろん女性の体のことを言ってるわけです。もう一つのクローゼット系の言い回しとして、 coming out the closet っていう表現方法があるんですけども、自分の性癖を世の中に発表することを coming out the closet っていうわけですね。実は私こういう性癖ですって公の場で認めちゃうことを言ってるんですね。なので女性たちのバディーズももちろん言ってるんだけど、自分自身の性癖をクローゼットから出して、でそれを埋めたとしても、その女性たちにね、それでも俺の性癖は妨げになることがある、みたいなことが言いたいんだと思います。言葉遊びですよね。ここは自分の勝手な解釈ですので、間違ってる可能性は大いにあることをご了承ください。 I know some little niggas got baptized trap guys。 直訳すると、俺は若いやつらが、まあ、バプタイズされた、まあ、洗礼されたことを知っていると、トラップのようなやつらだって言ってるんですね。まあ、こう直訳すると、でこれバプタイズっていうのがキーワードなんですけども、これはまあ宗教的なものですね。これ行事があるんですよ、キリスト教にあるんですけど、特に本当は聖なる水の中に浸からせて、まあ、今までやってきた過ちとかを全部洗い流すみたいな行為なんですよね。だから初めてイエスキリストを受け入れる準備みたいな儀式があるわけですね。これ大体赤ちゃんの時にやります。キリスト教の家庭のところで生まれたから、聖なる水で赤ちゃんを清めるわけなんですよね。これはさっき言ったように、大人になってもキリスト教に目覚めたらこういったことを洗礼ができるわけなんですよね。なのでこのオフセットが言ってるのは、いろんなねフッドね、危ないところね、スラムとかで若いやつらが次から次へとこの洗礼をやってる人たちがいるぜって言ってるんですね。要は悪さをやめてるやつらを俺は見てきてるぜって言ってるんですね。でどんなやつらがやってたかっていうと、まあトラップガイズって言ってるわけです。でトラップガイズっていうのは、まあもちろんトラップ系のヒップホップをやる人たちのことももちろん言いたいんですけども、まあ、トラップっていうのが麻薬を売り買いする場所だったり、麻薬をやるようなお家のことをトラップっていうわけですね。なのでここでは麻薬を売り買いする方のトラップだと思います。なのでそういった犯罪行為をやってたやつらが、こういう洗礼を受けてる人たちが増えてきてるぜってことが言いたいわけですよね。で They can't put the drill in away。 直訳すると、でもやつらはドリルを片付けることはできないって言ってるわけですね。これにはまあ2つの意味があるんですけども、この drilling っていうのがキーワードです。1つ目の分かりやすいところは、まあドリル系の
ヒップホップですよね。 UK ドリル、シカゴドリル、ニューヨークドリル、いろんなドリルがあるんですけども、まあ、そういったドリルを片付けることができない、まだまだドリルは売れていくぜってことがまあ言いたいわけなんですね。で、裏の意味としてはジュエルっていうのがそもそも人を殺めることなんですよね。なのでいくら洗礼を受けようが結局はあいつらは人を殺めることをやめられないんだってことが言いたいわけですね。俺らはまだまだ悪いやつらですね、気をつけろよってことがまあ言いたいわけなんですよ。Had to part ways with the sad vibe, this bad guy. 直訳すると、俺は悲しい気持ちと離れるしかなかった。バッドガイだ、悪いやつだって言ってますね。まあこれは自分自身に対して言ってるわけですね。悲しい気持ち離れるっていうのはもちろんミゴスを脱退した時のことを言ってると思います。その時にやっぱり兄弟だったり非常に仲が良い3人組だったので、それが別れたことに対して自分は悲しんでるぜ。少なくとも1回は悲しんだぜってことが言いたいし、part ways 別れるってことも言ってるので、表と裏じゃないですけども、まあ、別れたこと自体についても言ってるわけですね。ミゴスたちが別れた時に悲しかったけど、俺はその気持ちも取っ払ってまだまだバッドガイをやってる、まあ、悪人をやってるんだってことが言いたいわけですね。でここでのバッドはもちろん悪い悪人という意味もあるんですけども、日本語のヤバいみたいにイケてるかっこいいやつだってことがまあ言いたいわけですね。ここもまああえてバッドにしてて2つの意味をもたらしてるわけです。で You might be a villain today ね、あなたはもしかしたら今日ヴィランになるぜって言ってるんですけども、これは俺もヴィランだしお前もヴィランになる可能性だってあるんだぜっていう言葉遊びがしたいわけですね。まあここはバッドガイっていう考え方と、まあ、ちょっと絡め合わせながら言ってる感じです。で Ask God why I didn't get an answer、 直訳すると神様になんで俺は答えがもらえなかったんだって誰か聞いてくれって言ってるわけですね。まあ、これタイトルの Say My Grace とかけてるんですけども、祈るっていう意味なのでタイトルがそもそも、まあ、祈っても神様にまだ答えがいただけてないことに対して言ってるわけですね。なんでって言ってるわけです。でこれはオフセットが初めて言った言葉でもなくて、まあ、これもアメリカにある昔からよくいろんな人たちが神様の存在自体をちょっと疑心暗鬼になってくると、俺いつも祈ってるけど何にも答えてくれないよって言うんですね。でそれどういった意味かっていうと、自分の人生がうまくいかない時とかなんですよね。うまくいってないとなんで神様助けてくれないんだみたいなことを言う人もいるわけですね。まあ、そういった文化に対しても遊んでるというか、まあ、そういった気持ちも入れてるわけですね。で Why I lose my brother to bullets、 直訳すると俺は兄弟を拳銃の弾で亡くす必要がなぜあるんだって言ってますね。これはもう明らかに元ミゴースのメンバーであるテイクオフのことを言ってます。ちなみにこのテイクオフっていう人は拳銃で撃たれて亡くなってしまいました。ヒューストンのねボーリング場かなんかで亡くなったかと思うんですけども、確か撃たれて死んでしまいました。一応テイクオフを見せますが、これがまだ仲いい時のミゴースですね。でもこれがテイクオフ、亡くなってしまったわけなんです。ミゴースから脱退した後に一応テイクオフ亡くなってるんですけども、仲が良かったのでやっぱり亡くなったら悲しいわけなんですよね。いくら喧嘩してようがってことです。その気持ちも聞き手にも伝えたいし、まあ、世の中に自分はテイクオフともいろいろあったけど、まあ、亡くなったことはやっぱ残念だよなってことが今言いたいわけなんですよね。で Why I lose my grandma to cancer、 まあこれ直訳したままですが、俺はおばあちゃんをガンで亡くす必要が何であったんだって言ってるわけですね。まあこれそのままにです。で実際にテイクオフのおばあちゃんはガンで亡くなってしまっております。ちなみにそのおばあちゃんとも結構仲が良かったみたいで、まあ本当に悲しんでたんでしょうねってことがまあ伺えるわけです。で Why me God I need answers、 これも直訳したままなんですけども、ほぼ神様よなんで俺なんだと、答えが必要なんだって言ってるわけですね。でなんで俺なんだってなぜ言ってるかっていうと、なぜ俺にこういった周りで災難が降りかかるんだ、なぜ俺はこんなに苦しまないといけないんだっていう意味ももちろんあるんですが、隠された意味としてなんで俺だけが稼げるんだってことが言いたいわけですね。多分、まあ、ここも Say My Grace のタイトルとちょっと結びつくわけですね。冒頭で見ましたように、そもそもグレースを言うとき、食べる前のグレースは特になんですが、食べれない人もいる世の中で自分が食べれることに対してありがとうございますっていう考えのもと出来上がったものなので、ここでもその考え方を入れてるんだと思います。なんで俺だけが稼げるんだ、教えてくれ、自分でもわからないんだよって言ってる感じですね。 Why young niggas straight out of Atlanta、 まあ直訳するとアトランタから若いやつらがストレートに出てくるのはなぜなんだってことを言ってるんですけども、これは直訳したまんま捉えると意味がわからないと思うんですが、どういったことを言ってるか、アトランタに生きてる若い人たちがあまりいい再起を迎えないことが多いわけなんですね。アトランタこそトラップ罠っていう地域として認識されてるわけです。でトラップの地域ってどういったことかっていうと、さっき説明したように麻薬
を売り買いするところなんですよね。で、トラップは直訳すると罠っていう単語なんですが、麻薬を売り買いするような地域から抜け出せないからそこを罠って呼ぶようになってるわけですね。で、繰り返しますが、そのトラップとして知られているのがこのまさにアトランタなんですね。なので神様なんでアトランタの若い人たちをこんなに苦しめるんだってことが言いたいわけです。で、 Why the judge and the cops trying to jam us、 まあ直訳すると、なんで裁判官と警察官は俺たちを逮捕しようとするんだ、俺たちを刑務所送りにしようとするんだって言ってるんですけども、ここはまあ黒人であることに対して言ってるわけですね。 2,3 年前に流行った BLM Black Lives Matter っていう黒人のデモ行為、デモ運動みたいなのもまああったんですけども、黒人は警察に逮捕されやすかったり職務質問を受けやすいっていうことを思っている黒人たちも非常に多いので、まあ、そのことに対して言ってるわけです。 Why I keep getting all of these chances? 直訳するとなんで俺だけこんなにいっぱいチャンスをもらえるんだって言ってるわけですね、まあ、これはさっき説明したようにやっぱり裏の意味を今度表に持ってきてるんですけども、なんでこんなにもアトランタの若い人たちがあんなに、ね、トラップにはまってたりあんなに逮捕されたりする黒人がいっぱいいる中で、なんで俺はそんなこともあんまり直面せずにここまで成功することができたんだよ逆にってことを言ってるわけなんですね。で、 Why me God? I need answers。 ここでもさらに確定するんですけど、なんで俺なんだ神様、答えてくれよって言ってるわけですね。まさにそういった意味をもたらしてるんだなってここでまあ確定するわけなんですね。 Speak your mind and you might get cancelled。 直訳すると自分が思ってることを喋ってしまうとキャンセルされてしまう可能性があるって言ってるんですね。まあ、これ直訳したままなんですが、まあ、今本当に非常にアメリカで大問題になってる社会現象なんですけども、テレビとかである一定のコミュニティを怒らせてしまうと、もうテレビに出られなくなってしまうことをキャンセルされるっていうわけなんですね。なのでキャリアがもう一瞬にして終わっちゃうんですよ、一つの発言で。まあ、これは日本にも起きてることなんですけども、例えばどこかのお笑い芸人が多目的トイレとか、発言ではないんですけど行動ではあるんですけども、まあ、そんなの一回のミスでテレビからは消えてしまうみたいなことがあるように、アメリカではまあ発言しただけで消えてしまうことがあるわけですね。で、そこが発言の自由とそういったキャンセルされること、どっちが大事なんだみたいな論争がずっと繰り広げられてます。で、ここはコーラスの中で言ってるディベートと、まあ、ちょっと掛け合わせてる気もしますね。 いきなりこうやってキャンセルのことを盛り込んできて入れてきてるので、おそらくディベートと掛け合わせたかったんではないかなと自分は思います。で、 Pinky ring and it cost me a phantom。 小指の指輪がファントムぐらいの値段だったって言ってるんですね。これ直訳したままなんですが、まあ、ファントムっていうのが非常に高い高級車です。これですね、ファントム。で、これがだいたい日本円に直すと、まあ、5000万円前後の車です。非常に高いです。なので5000万円前後の小指につける指輪を俺は持ってるぜって言ってるわけですね。ここはちょっと見せびらかしてる感じです、自分の金持ちさを。 で、 Whack the witness, the evidence tamper。 直訳すると目撃者を引っ叩く、で、証拠が改ざんされたっていう直訳です。このままの意味ですね。目撃者っていうのは証拠品みたいな感じなので、証拠になりうるので、よく映画ね、マフィア映画とかでも見かけると思うんですけども、裁判の前にその証人になろうとしてる人たちを脅したり殺めたりすることがあるんですけども、こういったギャングだったりマフィアの世界では、まあ、少なくとも脅したりはするんですよね、誰か払って、まあ、そんなことが実際に行われるので、まあ、そういったこと言ってますね。非常に怖いです。 Dirty money, the safe is the hamper。 直訳すると、まあ、汚い金だと、で、俺の金庫が、まあ、ハンパーだって言ってるわけですね。で、これハンパーって何かなんですけども、まあ、ここは面白い言葉遊びをしてます。洗濯物の洋服を入れるカゴのことをハンパーっていうわけですね。まあ、アメリカではだいたいこんな感じの箱に入れます。まあ、いろんな形する人もいるんですけど、まあ、日本でもそうですね。こういったカゴにやっぱりこう今日着た洋服を脱いで、まあ、入れるわけなんですけども、これをハンパーっていうわけですね。なので Dirty money、 汚いお金と汚れた洋服を入れる場所、ハンパーを金庫に名前を変えて、まあ、言葉遊びしてるわけですね。まあ、ハンパーとテンパーとファントムとかで因が踏みたかったのもあります。で、自分が汚いお金を稼いでるって言ったわけですね。で、汚いお金っていうのは何かっていうと、もちろん犯罪行為をして稼ぐお金のことをDirty Moneyというわけなんですね。で、ごめんなさい、もう一つさっきのDirty Moneyの下りなんですけども、もちろん金を洗う、ロンダリングすることを、まあ、金を洗うっていうことを言うので、まあ、そこの部分でもこのハンパー、洗濯物を洗うことともまあ欠けている感じですね。言い忘れてましたが、すみません。 Dear my
bitch, she a star and I stamped her. 直訳すると、まあ、俺のビッチは、まあ、星、スターで、その彼女をスタンプしたって言ってるわけですね。まあ、直訳するとそんな感じなんですが、まあ、どういったスラングかっていうと、ビッチっていうのは、まあ、女性のことをそのままビッチということがあるので、まあ、そこはわかること思うんですけども、まあ、スターも、まあ、輝いてる彼女、まあ、綺麗な彼女ってことなんですよね。で、重要なのはスタンプなんですよね。星のスタンプを押すことでも結構アメリカは昔からあるので、星のスタンプは結構主流なんですよね。まあ、何かよくできましたみたいなね、日本でテストでよくできましたみたいなのを書かれると思うんですけども、アメリカは結構スタンプを押すことがあるんですよね、よく。で、それの、まあ、よくできたら星のスタンプだったり、よくできなかったらそもそもスタンプもらえなかったりするのが、小学校、中学校、よくあったわけなんですよね。まあ、そこと言葉遊びしてるんですけども、もちろん性行為することをスタンプとも言うわけなので、まあ、そこで言葉遊びしてるわけですね。星のスタンプと彼女を、まあ、実際にスタンプ、まあ、性行為することで、まあ、言葉遊びですね。で、P.E. Jordan 3, that's a sampler。直訳すると、P.E. Jordan 3がサンプラーだって言ってるんですけども、これは特殊な、スニーカースニーカーです。言わずもがななんですけども、これですね。で、 PE っていうのが実際に靴のモデルになってる人が履いたりデザインしたスニーカーのことを言うわけですね。なので、まあ、限定品みたいなやつです。もっと軽く簡単に言えば。なので、ジョーダン3の限定品を俺が持ってると。で、それは大体サンプルとして使うわけなんですよ。他の靴を作るためのサンプルだったりとか。だからそれを、まあ、それがサンプラーだって言ってるわけなんですね。まさに。だからそういった世界を知ってるってことが言いたいですし、まあ、スニーカーが好きだってことも言いたいし、で、もう一つの PE の意味としては、体育の授業のことを PE っていうわけなんですね。なので、やっぱりさっきね、小学校、中学校って言ったんですけども、まあ、スターのスタンプをテストでよくできたらよくできましたみたいなスタンプをもらえるって言ってたんですが、まあ、まさにそことも言葉遊びをまだしている感じですね。その PE のジョーダンとか PE の靴っていうのは非常に高いので、まあ、そういったものを俺持ってるぜってことも、まあ、もちろん自慢して言いたいわけですね。 I don't wanna do it but I gotta do it。 直訳すると、俺はやりたくはないけどやる必要があるんだって言ってるんですね。で、何をやる必要があるかを次で言ってるんですけども、 Gotta kill you nigga if it's me or you。 あなたを謝めるしかねえんだ、 N ワード、俺かお前かっていうことになったらって言ってるんですね。なので、お前が俺を謝めようとすると、俺は先に謝めてしまうぜって言ってるわけですね。本当は謝めたくないけどよって言ってるわけです。まあ、これはどんな人ね、自分に対してなんか文句がある人にもちろん言いたいんだろうけども、これは自分の勝手な本当に解釈で、これは自分が勝手にそう思ってるだけなんですけども、まだ生きているクエイボーに対して言ってるんじゃないかなと思います。まだちょっと喧嘩してるみたいなのでってことですよね。だからこそ本当はしたくないけどやらないといけないわけなんですよ。もし俺とお前がどっちかが生き延びないといけないんだったら、俺は平気ではないけど謝めてしまうぜって忠告してるわけなんですよね。 He got fire, I got fire, nigga, lighter fluid ね。直訳すると、やつは火を持ってて俺も火を持っている、 N ワード、ライターオイルって言ってるわけですね。まあ、これは言葉遊びしてます。 Lighter fluid と次のハレルヤでもちろん因が踏みたかったから、まあ、Lighter fluid を入れてきてるし、まあ、やつは火を持ってて俺が火を持ってるから、ライターオイルを、まあ、かけたら、まあ、これなんですけども、余計に火が炎上していくぜって言ってるわけですね。で、ファイヤーっていうのは、まあ、いろんな意味があって、怒りに燃えてることももちろん言いたいし、曲が売れてたり曲がイケてたりすることも、まあ、ファイヤーっていうわけなので、その両方の意味をもたらしてますね。で、ここでもやっぱりクエボのことを言ってるんじゃないかなとも思います。まあ、クエボも曲が売れてるしイケてるやつ、かっこいいやつだし、まあ、怒ってはいるけど俺も同じぐらい怒ってるぜって言ってますね。だから見てるやつらは、まあ、ライターオイルをかけてどんどん炎上させてみみたいなことも言いたいわけだと思います。 They got away from the haters, say hallelujah。直訳すると、ヘーターから俺は離れることができたからハレルヤと言おうぜって言ってるんですね。で、ハレルヤっていうのは、まあ、説明しなくてもいいと思うんですけども、キリスト教とかで言う、まあ、万歳とか神様に感謝みたいな、なんかちょっと、まあ、掛け声なんですよね。ありがとうございます、感謝しますみたいな、万歳とかそういった意味です。なので、ヘーターね、アンチたち、ヘーターたちから離れることができたから嬉しいぜってことが言いたいわけですね。まあ、ここのハレルヤとライトフルイドで、まあ、因が踏みたかったのも明らかですがってところです。 Should be crazy, this should be the closest to you。直訳すると、本当にイカれてるぜ、世の中は。一番近いやつらに限ってだぜっていう直訳ですが、どういったことか。ヘイターの下りを言った後なので、自分と近い存在の人がヘイターになることが多いぜ。裏切られたりってことが言いたいわけですね。で、これもまだクエボーとのことを言ってると思います。あんだけやっぱり近かったのに、まあ裏切られることがあるんだよなってことが言いたいわけなんですよね。It's okay because they know that I come to do it。直訳すると、まあそれはいいんだよと。なぜなら俺はやりに来てるってやつらは知ってるからっていう直訳
くですが、まあどういったことかっていうと、まあ奴らがどんなに俺のことを嫌いになろうが、俺に対して怒りを向けようが、俺もちゃんと戦う奴だ、殺めることができたり曲を売ることができたり生きていけることができることを知ってるから大丈夫ってことを言うわけですね。だからそう簡単には喧嘩をすることにはならないぜって、まあ、聞き手に、教えてくれてる感じだと思います。Hold your V up for Virgil exclusive Lewis。 直訳すると、まあ、バージルのために V を天に掲げよう、ルイスの限定品だみたいな直訳をしてるんですが、これどういったことか、これいろんな裏話があるので説明していくんですけども、まあ、バージル・アブローっていうやつがいたわけですね。黒人さんの人ですけど、この人はデザイナーです。非常に高級なアクセサリーをデザインしたことで一気に有名になった人ですね。オフセットもまあ仲が良かったみたいですね。残念ながら彼亡くなってしまったわけなんですよ。なので、まあ、亡くなったから、まあ、彼に追悼を与えるために V を天に掲げようぜみんなって言ってるわけですね。でその後のエクスクルーシブ・ルイスっていうのが、まあ、ルイス限定みたいな意味なんですけども、実はこの人上り詰めすぎてルイ・ヴィトンのなんか特別監督みたいな地位まで上り詰めたんですね。本当にルイ・ヴィトンのその中で亡くなったのが本当に惜しまれます。しかもガンで亡くなったわけなんですね。なのでここのルイはもちろんルイ・ヴィトンなんですけども、ルイと V、LV でもまあ言葉遊びがしたいわけなんですね。 This is hitting and glistening, this shit a movie。 直訳すると俺の手首がぶつかっててギラギラしてるぜ、映画のようにって言ってるわけですね。これは手首についている時計だったりブレスレットを自慢したいわけなんですね。でそこで言葉遊びしてる、映画のようにぶつかり合ってギラギラさせてるぜ、きらびやかだぜって言いたいわけなんですね。でぶつかり合ってるってことは、まあ両方両手に何かしらのアクセサリーをつけていっぱい稼いでるぜってことが言いたいわけですね。 If it's smoke at the door then I'm tending to it。 まあこれは直訳するとドアにもし煙が来たら俺はその世話をしてやるぜって言ってるんですけども、どういったことか、煙が実際にドアに来ることをもちろん言ってるんじゃなくて、スモークっていうのは敵意みたいな感じですね。敵対する感情、まあ、殺意みたいな感じですかね、日本語に直すと。だから殺意とか自分を殺めようっていう気持ちのもとに誰かがドアに来たら俺はちゃんとそれの世話をするぜっていう言葉遊びをしている感じです。 Watch when I step村上 my belt。 まあ直訳すると俺がステップすることを見てみろ、ベルトは村上だって言ってるんですね。村上ベルトって何かっていうあれなんですけども、またルイ・ヴィトンを出してきてます。ルイ・ヴィトンと武志村上という方がコラボしたベルトのことを言ってます。でもちろんこれは非常に高いベルトでございます。でステップっていうのが、まあステップを踏むことなんですけども、これはスラングでまあボコボコにすることを言ってるんですね。なのでもし俺のドアに殺意を持ってきたやつは俺がボコボコにしてやるぜ、そのボコボコにしてる間にこの村上ベルトを見ときなって言ってるわけなんですね。まあ言葉遊びとかもいろいろやってる感じです。 The angel on my shoulder but the devil on the left。 で直訳すると天使は肩にあるけど左肩には悪魔がいるって言ってるんですね。まあ、これはよくある映画とかでも見る、まあ、何かを考えるときに自分の、ね、妄想の中で天使はいいことをするように声をかけてくれるけど悪魔はいやいや悪いことしようぜって言ってくるシーンのことで言葉遊びしてる感じですよね。まあこれですよ。で天使がいいことするんだよって言ってるけど悪魔が悪いことをしていいんだよっていうこの葛藤を表すときによく使うやつですね。なのでここでは一応葛藤してるぜ俺はってことが言いたいわけなんですよ。おそらく隠された意味として、まあクエボーとの関係の中で葛藤してるんだと思われます。 I got a meal, not a meal for myself。 まあこれは言葉遊びしてるんですけども、まず一つ目の見るは置くっていう意味なんですね。日本円に直すと億単位のお金を見るっていうわけなんですね。日本円に直せば not a meal って言ってるので、他の見るはまあ引く機械のことを meal っていうわけですね。なので俺は引く機械を持ってるんじゃなくて、ちゃんと億単位のお金があるんだぜ、俺の棚のためにって言ってるわけですね。まあシェルフっていうのはまあ棚の意味です。まあここはまあ言葉遊びです。 I do it alone, I own myself。 直訳すると俺は一人でやるんだと、で俺は自分自身のことを所有しているって言ってるんですね。まあこれはそのままの意味ですが、まあもちろんミゴスから脱退してそれ一人でもやっていけることを言いたいし、自分のことを所有しているっていうのは何かっていうと、まあ自分が出す曲、自分が出すもの、すべて所有権を俺が持っている。だからこそ億単位の金が稼いでるって言ってるわけですね。これは昔からヒップホップ業界にあった問題なんですけども、アーティストがいくら売れても全部レーベルに吸い取られるっていう問題が昔からあったんですけども、俺はそんなことはない。俺はちゃんと曲が売れたら印税がなるべく俺に入るようにしてるんだぜ。俺はちゃんとってことが言いたいわけなんですね。Niggas stay home before your dome get left。 直訳するとドームが
なくなる前にお家にいとけよ、外に出てくるなよみたいなことを言ってるわけです。ここでのキーワードはドームです。まあ東京ドームとかのドームなんですけども、これ頭って意味なんですね。頭がなくなる前にお家にいとけって言ってるわけです。出てくるなって言ってますね。要は出てきたら何が起きるかっていうと、頭をぶち抜くぜって言ってるわけですね、拳銃か何かで。まあ、これはクエボーももちろんそうなんですけども、まあ、自分に対するアンチの人、ヘーターだったり自分に敵対してる人たちに向けて言ってる感じですね。 The niggas playing birdie hit below my belt。 まあ直訳すると、やつらは汚い手を使ってくると。まあこれ playing dirty というのはそうですね。 They hit below my belt、 自分のベルトの下を殴ってくるって言ってるんですね。まあこれはベルトの下はもちろん男性の大事な部分なので、そういったところをめがけて殴ってくるから、汚い手を使ってくるぜっていうことを言ってますが、これは言い回しですね、あくまでも。でさっきの村上ベルトを出してきたので、まあ、そこと結びつけている感じもあります。まあ要は何が言いたいかっていうと、俺が敵対してるやつらはみんな汚い手ばっかり使ってくるぜってことが言いたいわけなんですね。 I'm gonna get the bag to show myself。 直訳すると、俺はバッグを取ってショーを自分自身でやるぜって言ってるわけですね。まあ、これ一つ目の意味なんですけども、バッグっていうのがお金、大量のお金のことをバッグって言ってるので、俺は金を稼いでやるぜ。どうやって稼ぐかっていうと、自分自身でショーをして稼ぐぜってことがまず一つ目。で、二つ目の意味として、バッグっていうのがタイマーとかがいっぱい入ったバッグなので、まあ、タイマーを吸って自分でショーをやるぜってことももちろん言いたいんだと思います。で、do that shit again, I had to show myself。で、それを do that shit again 繰り返して、で、何のために繰り返すかっていうと、自分自身に証明するためにってことですよね。で、何を証明するかっていうと、稼げることと一人でもやっていけることを証明するために、俺は何度もショーもやっていくし、稼いでいくし、タイマーもいっぱい吸っていくぜってことが、まあ、言いたいわけなんですね。でここでコーラス歌ってるんですけども、冒頭のコーラスと全く同じこと言ってるので、ここはあえて、まあ、動画を短縮するために飛ばします。ここで有名な Travis Scott が始まっていくわけです。 I filled up the crib with cars, the halls with all in all, and I'm still having space。 まあ直訳すると、俺はお家を車で埋め尽くしたり廊下で埋め尽くしたりしてるけど、それでもまだまだ空間が余ってるぜって言ってますね。まあ、これは直訳したままの意味だと思います。車もいっぱい買って、お家には廊下がいっぱいあるけど、それでも俺はまだまだ空間がある、それぐらいでかいお家に住んでるぜってことが今言いたいわけなんですね。Got a particular taste。 ここはオフセットが言ったように、食べ物に関して好き嫌いがあるって言ってますね。で、picky eater、まあ、ここも好き嫌いの別の言い方です。食べ物を選んで食べるっていうような表現方法ですね。で、 I guess、 まあそうみたいだってことですね、ここは。 But I'm still stuffing my face。 それでも俺は顔を埋め尽くしてるっていう直訳ですが、一つ目の意味としては、俺は好き嫌いが激しいけど、それでもいっぱい食べてるぜって言いたいわけですね。で、何が示唆したいかっていうと、稼いでるってことが言いたいわけですね。で、やっぱりこれもオフセットがやったように、で、自分の勝手な解釈ですが、女性の大事な部分を舐めることに対して言ってるんだと思います。俺も面食いで付き合う女性、性行為をする女性を選ぶけど、それでもいっぱい性行為してるぜってことが、まあ言いたいんだと思います。ここでほぼほぼやっぱり性的なことを言ってるのが確定してくるんですけども、 She got a natural rap like a natural do。直訳すると、彼女は自然なラップがある、自然な人かのようにって言ってるんですね。まあこれは言葉遊びしてます。 Like a natural do っていうのが、自然な人がするようにって言ってますね。で、 natural rap っていうところが面白いんですけども、これはどういったことか。まずタイマーとかを巻く際に使うナチュラルの紙のことを言いますね。まあ、オーガニックな紙ですね。人工的に作られた巻き紙ではなく、本当に全部ちゃんと葉っぱを使った紙なんですよね。なのでちょっと健康志向がいいんですね。どっちにするしろ吸うから、肺とかにはさほどそんなにあれはないとは思うんですけど、まず一つ目の意味が、まあそれです。で、二つの意味はまた性的なことになるんですけども、まあ、彼女がナチュラルを、ま、ラップを持ってるって言ってるので、まあ、彼女の大事な部分が自然にラップしてくるぜって言ってるわけですね。まあ、ラップっていうのは包むって意味なので、男性の大事な部分を包んでくれるって言いたいわけですね。自然な人のように、だから彼女もオーガニックだってことも言葉遊びしてるわけですね。で、ここで It's lit ってカッコで言ってるので、火がついた状態を lit っていうわけなので、もちろんナチュラルラップに火がついてることも言いたいんですけども、二つ目のLit のスラングの意味としてはイケてるって意味なので、まあ、彼女の大事な部分がナチュラルラップみたいでイケてるぜってことも、もちろん言いたいわけなんですよね。で、 Like the blunt, she don't like that shit laced。
直訳するとブラントのように彼女はレーストされたものが嫌いだって言ってるんですね。これはまあまず紐解いていくんですけども、ブラントっていうのが大麻を葉巻の巻き紙で巻くことですね。で大体はその元々葉巻に入ってた葉っぱを一回出して大麻を入れて、さらに葉巻の葉っぱでちょっと混ぜて吸うわけなんですよね。あの持ちが良くなるように。でブラントのいいところは味もそうなんですけども、ゆっくり燃えていくわけなんですよね。すぐに消えないんですよ。で味も変わるしすぐに消えないっていうところで、まあブラントを好む人たちもいるわけですね。レイストっていうのが薬物もそうなんですけども、何でも別のものを混ぜることをレイスっていうわけなんですね。なので彼女は葉巻とかを混ぜるのが主流なブラントがあまり好きじゃないってことがまず一つ目として言いたいわけですね。葉巻を入れることによって、まあ、レイスト状態になるわけなんです。だからこそナチュラルラップを持ってきてるわけなんですね。なので一つ目の意味としてはそういうことです。だからナチュラルラップを彼女を持ってきて、まあ、ブラントのように何も混ぜ物が嫌いだからナチュラルラップにタイマーを入れてそのまま巻いて吸うような人だってことが言いたいわけですね。レイストっていうのが結ぶって意味なので、絆を結ぶだったり結婚することで結ばれるっていうような表現方法なんですよね。だからそういった意味もあるわけです。だから結婚することをレイスっていうわけなんですね。だから彼女は結婚したいような女性ではないんだってことが言いたいわけです。アメリカ人の特に黒人のギャングスターたちはそうなんですけども、結婚することがあんまり好きじゃないんですよ。なんか縛られたくない、束縛されたくないっていう人が多くて、彼女もそうだってことが言いたいわけですね。ラップのもう一つの意味としてコンドームって意味もあるわけなんですね。なので自然なラップはコンドームをつけずに性行為することも示唆してるわけです。でレイストも不純物が混ざることっていう意味があるので、やっぱりコンドームをつけずに性行為することも示唆したいわけなんですね。いろんな意味を、まあ、やっぱ入れてて結構面白いです。I was outside of the building, I'm owning the spot. 直訳すると、俺はビルの外にいてその場を支配しているって言ってるんですね。まあ、これはそのままの意味なんですけども、どういったことを隠して言ってるかというと、ビルの外でタイマーを打ったりすることなんですね。はい、そこを所有してるっていうような言い方してるんですね、そのスポットを。街角に立って薬物を売ってるみたいなことが言いたいわけなんですね。もう一つの意味としては、まあ、そのスポット、その場所を所有してるっていう意味なので、まあ自分が行く場所場所で、俺はみんなの目を盗むぜとか、注目を浴びるぜっていうことも、まあ、もちろん言いたいわけなんですね。で、wanna be, then you gotta have faith。直訳すると、be が欲しかったら、信仰心が必要なんだって言ってるんですね。信じる力が必要だ。これ faith っていうのがそうなんですけども。どういったことか。まずこの be にいろんな意味が入ってます。一つ目の B、 ここはまあオフセットが言ってたことに対して結びつけてて、マイクリレーの暗黙なルール消化してるんですけども、ブラザーの B なんですよね。なので近い友達、親友って意味の B、 親友が欲しかったら信仰心を捨てきれない。で信仰心を持つ必要があるってことは難しいってことなんですよね、ちゃんとした信用を作るのが。だから誰のことも信用できないってことが逆に言えば言いたいわけなんです。信用しにくいんだってことですね、人を。でまあこれはオフセットもバースの中で言ってたように、近い人ほど裏切ることがあるってことと、まあ結びつけてるわけですね。で2つ目の B はビッチの B です。女性を、いい女性をゲットする、本当に総合的にいい女性ですよ、はい、その辺にいる女性とは違う、また本当に結婚するような女性、まあさっきレイストのことも言ってたので、結婚できるほどの女性を見つけるには信仰心が必要だ、稀だってことが言いたいわけですね。で3つ目の B はビリオンの B です。ビリオンっていうのは日本円に直すと1兆円レベルのことを言うわけなんですね。1兆円レベルを稼ぎたかったら信仰心が必要だ。でもここでの信仰心はネガティブではなく、自分の自身を信じていれば1兆円稼げるぜ、俺らはってことが言いたいわけなんですね。なので信じて俺は稼ぎに行くぜってことが言いたいわけです。I'm in a meditate state. 俺は瞑想する段階にいるって言ってますね、直訳すると。瞑想ですよね。目を閉じて静かにして深呼吸をしながら何も考えないようにするっていうのを、まあ、meditate、瞑想って言いますね。で、なんで瞑想してるかっていうと、Ever since we lost bro, ain't really much more I can take. 直訳すると、兄弟を亡くした後、ひどいことはもう受け止めきれなくなってきてるって言ってるんですね、直訳すると。ここでのキーワードはこの take っていうところです。まあ、この take っていうのが受け取る、受けるっていうような意味なんですけども、もちろんもう気づいてるかと思いますが、元ミゴースのメンバーテイクオフのことを言っています。彼が亡くなったことに対して言ってるわけなんですね。でこれももちろんオフセットがバースの中でテイクオフに対して、まあ、亡くなったことを残念がっていたので、そこともマイクリレーをして結びつけてるんですけども、まあ、トラビス・スコットも結構仲が良かったんでしょうね、まあ、テイクオフが亡くなったことを悲しんでいる感じです。だからこそ瞑想しているような状態って言いたいわけなんですね。でテイクオフのテイクと、悲しいニュースや出来事を受け止めることができなくなってきてるぜ、もうあまりにも悲しすぎてってことも、まあ、もちろん言いたいわけなんですね。
で、I pop a 10 when it's late. Mama told me to pray. 直訳すると、俺は遅くなってから銃を弾けさせるっていう直訳ですが、ここは。まあ、どういったことが言いたいかっていうと、まあ、10っていうのが、錠剤系の麻薬に10っていうのがあるわけですね。はい。まあ、これはスラングなんですけども、pop a 10っていうのが、10を弾けさせるっていう直訳ですが、錠剤を飲むことを pop っていうわけですね。夜遅くに錠剤を俺は飲み込んでるってことが言いたいわけですね。その後に、Mama told me to pray。お母さんが祈るように俺に言ってきたって言ってるんですね。まあ、これはもちろん、麻薬を取ってる状態のことに対して祈ってやめなさいって言いたいのもあるし、テイクオフがなくなったことに対してちゃんと祈りなさいよって言ってきてるってことも言いたいわけですね。I do that because you know I can't play、ね、俺はふざけてるわけじゃないからそういうことをちゃんとやるんだって言ってるわけですね。まあ、これはそのままの意味です。俺はふざけてるわけじゃない、ちゃんと親友とか友達との関係は大事にするんだみたいなことが言いたいわけですね。 The we flip the feeling for real、ね、直訳すると俺らは感情をひっくり返させるんだ本当にって言ってるんですね。まあ、俺らは本当にそういう感情を持つんだってことがまあ簡単に言いたいわけですね。まあ、フリップひっくり返すって言ってるので、まあ悲しい気持ちをどうにかして前向きにポジティブに俺らは変えていくぜって言ってるわけですよね。だからこそまあ B1 兆円単位のお金を稼ぎに行くわけなんですね。そういった悲しい出来事があってもってことです。で、We got the rides in the back but you know we ain't come here to play。 で、直訳すると俺らはライドが後ろにあるけどここにふざけに来たわけじゃないってことを知ってるよなって言ってるんですね。まあ、これは言葉遊びですけども、まあライドっていうのが2つの意味があります。まず車ですよね。自分が乗ってきた車があっちの後ろにあるけど俺らは遊びに来たわけじゃないんだってことを知ってるよなって言ってるんですが、どういったことか。大体喧嘩しに行ったりするとき、ギャングたちがボロい車にはあえて乗るわけなんですね。撃たれてもいいように。撃たれても別にね、修理費とか、例えばランボルギーニでね、喧嘩しに行ってそのランボルギーニが撃たれたらもう残念じゃないですか。だからそういったのを防ぐために喧嘩しに行ったりするとき、大体ボロい車で行くんですね。でも今回は多分ボロい車じゃなくて、自分が普段持っている、まあ、さっきのファントムだったり、そういった高級車で来てるけど、それでも俺らはふざけてない、俺らは本気なんだ、いつでもガチなんだ、いつでも戦うぜってことが まず言いたいわけですね。でもう一つのライドっていうのが、まあ、一緒に乗ってきた人のことを言ってるわけです。でおそらく女性と一緒に乗ってきたことが伺えますね。女性がいる前であんまりやっぱり喧嘩したくないわけですよ本当は、ね、女性も死んでしまうので。なので女性連れてきてるけど俺たちで、女性後ろら辺に、ね、置いてきたけど俺らは全然ふざけるつもりはないぜ、いつでも喧嘩できるぜみたいなこともまあ言いたいわけだと思います。もっとポジティブな目線として、3つ目の意味としては、まあ、ふざけに来たわけじゃないっていうのは、まあ、本気で遊びに来たってことも言いたいんだと思います。ポジティブな目線で言うとってところです。 You be up playing the stakes, I be up playing abroad with broads and mates. You be up playing the stakes, I be up playing abroad with broads and mates. 直訳すると、お前らは遅くまで起きてリスクを取ってるっていう直訳ですね。どういったことかというと、お前らはだから夜遅くギャングとか危ない地域でいろんな危ないことをして、まあ、リスクの高いことをしてる、まあ、捕まったり殺される可能性のあることをしてるけど、俺は I've been a playing abroad、 海外でプレイをして男と女たちと遊んでるって言ってるわけですね。これどういったことかというと、もう何を言ってるか伺えるとは思うんですけども、海外でコンサートをやって男と女たちと遊んでるぜ俺はってことを言ってるわけですね。お前らが危ないことをしてるときに俺は違う方法で全然安全に楽しみながら稼いでるってことを言ってるわけですね。要は自分も昔はそういったことをやってた可能性もあるけど、今となってはそういったやつらとは別次元にいるんだってことが言ってるわけですね。で、abroad っていうのが海外なんですけども、そことまあ broads で言葉遊びしてるんですけども、 broads っていうのが女性の別名なんですよね。まあここは最後はね、トラビス・スコットって優しい人なんだなとは思うんですけども、夢を見させてくれてるわけですね、聞き手にも、まだリスクを取ってる人たちにも。で、まだリスク取る必要ないんだぜ、俺みたいに頑張れば稼げるんだぜ、海外でコンサートをできるような人になれるんだぜっていう希望を与えてくれてると思います。だから Say my grace なんですよね、祈りを捧げる、祈りを言うって言ってるんですよね。だからお前らも祈ってちゃんと神様を信じて神様にお願いし続けたら俺らみたいに成功できるぜっていう感情のもと終わってると思います、トラビス・スコットのバースはってな感じです。で最後はまた同じコーラスを歌っていますので、あえて飛ばさせていただきますてな感じで、これで終了しますけども、感想としましては結構ドストレート目ですね。はい、2人ともあちこちでいろんな意味を もちろん盛り込ましてて、まあ、ダブルミーニング、トリプルミーニングも入れながらも結構ドストレートなフローを重視した、ラップでしたね。どちらかというと、まあ、フローとビート、リズミカルな感じ、まあ、ノリのいい感じ、まあ、重視している感じ、まあ、このスタイルはね、まあ、ミゴースではよくありましたね、まあ、ベルサーチで、まあ、一気に売れたミゴースなんで、まあ、そういった路線を崩さずにやっぱり来てる感じですね。まあ、崩さずにやっていくのは非常に、ね、素晴らしいかと思います。てな感じで、こんな動画を毎週月曜日と木曜日の週に2回公開していってます。もしこの動画気に入ってくださるのであれば、今後もどんどんやっていきますので、ぜひともチャンネル登録と高評価よろしく
お願いいたします。リクエストも受け付けておりますので、和訳解説してほしい曲があればコメント欄にアーティスト名と曲名ご記載いただければ、なるべくこんな動画に残させていただきますので、ぜひともリクエストもよろしくお願いいたします。 X、Instagram、TikTok、Threads、いろいろ SNS もやっております。すべて概要欄に貼られておりますので、もし興味持っていただける方がいらっしゃいましたら、ぜひともすべてフォローお願いいたします。それでは今回も最後までご視聴いただいて本当に心より感謝します。本当に本当に本当にありがとうございます。次回の動画でぜひお会いいたしましょう。それでは皆さん、良い人生を。